クロップが再びドルトムントの指揮官に、一夜限りの監督用復帰が実現へ。ドルトムント時代にクロップ監督と共闘した GF ルカシュッシュチェクと MF ヤクブブワシチコフスキの引退試合で、クロップ氏が指揮を取ることになるようだ。ドルトムントの公式インスタグラムでキシュチェク、ブワシチコフスキ、そしてクロップがこのアイデアについて話し合う様子が公開された。試合は9月7日に行われるという。プレッシャーに苛まれず純粋にサッカーを楽しんで指揮するクロップを見られるの最高。クロップ1日限定監督復帰いいね。これってガチなん？普通に冗談かと思ったんだけど。クロップがドルトムントで選手の引退試合で監督をやるとかやらないとか、これは見たい人大勢いるだろうな。ただの引退試合のチケット販売の映像にクロップが登場しただけ？まあ実際クロップがスタジアムには降臨しそうな雰囲気、実際指揮するかは不明だが。初心は選手復帰だからクロップが監督とか言ってそう。メンバーは2連覇メンバー中心だろうから盛り上がりは間違いない。びっくりしたと同時に嬉しくもある。こういうユーモアのあるやりとりをするクロップが大好き。実際指揮するかはまだ決まってない感じか。あんま期待せずに待っておくのがいいかな。クロップが引退試合を見に来るのは確実っぽいね。今の監督は写真だし、クロップが指揮することも十分ありそう。引退試合の1試合だけでも嬉しいな。ピッチに笑顔で立つクロップが見たすぎるよ。